ニュモーリーさんちへようこそ。はい、ということですね、今我々は京王よみうりランド駅にいます。はい、ということですね、よみうりランドって皆さんご存知でしょうか。遊園地なんですけども、結構ですね、イルミネーションこの時期やってまして、すごい綺麗なんですよ。で、まあ、ちょっとね、イルミネーションももちろん綺麗なんですけど、いろいろですね、結構よみうりランド周りも歩くとですね、楽しいところとかいっぱいあるので、うん、今日はちょっと今からですね、よみうりランドの方に向かってお散歩したいと思います。い、その様子をちょっと今日は楽しんでください。はい、今日はチーカー要素少ないと思ってると思いますが、ちゃんと来てます。はい、ちゃんとプライベートも来てますよということで、じゃあ朝ちゃん行きましょうか。はい、ゴーゴー。どうやらよみうりランド行くのに、うん、ゴンドラに乗っていくっていうのがまあ一般的らしいんですけども、うん、歩いても行けるらしいんですよ。いろんなルートがあって、うん、我々普段運動不足じゃないですか、うん、歩こう、うん、ということでこちらですね。なんかすごい角度の道だけど、そう、その坂をですねちょっと登っていきたいと思います。誰も歩いてないよ。いや大丈夫うん、うん、この後ろに花明かりっていうのが、なんかよみうりランドの隣にもフラワーパークみたいのができて、そこもイルミネーションやってるっぽいんですよね。なんかすごい素敵だね。うん、イルミネーション見たことない。ちょっと行ってみたいですね。行ってみよう。領域展開、あーなんかスタート地点があります。あ、見て、なんか看板書いてあるよ。巨人の選手の手形名鑑だって。あ、なんか言っちゃっためっちゃ行くやん。あ、なるほどね原監督ね。何か、なんか大きい。あ、俺の方でかいな。大きい。ジャイアンツ球場と同じベンチで一休み。本当？こんなベンチなの？二軍はそうなんじゃない。この登ったところに巨人の二軍の練習場があるのよ。ここの道の名前、読売 V 通り。あ、これね、読売 V 通り。ここを通るわけにはいかない。ヤクルトファンの我々としてはね、同じ東京のチームですからね。でも通らないと上行けないんですよ。通ろう。電源撤回早。このね、本当に角度が、勾配があるところって感じだよね。くねくね山を登ってる。そうだね動画だとちょっと伝えきれないのが悔しいけど、あさりちゃん目の前に G のマークが隠してんの新監督。お、なんかさ、手のひらがすごいでかくない？確かに、やっぱ素振りで熱くなるのかな。うーわ、ゴール、ついに V ロード、ヤクルト V ロード。うおういういよし、あさりちゃん今坂登ってきたじゃないですか。登り切ったよ、なんとかね。え、うん、でさっき言ったように、あー、そうそう、花火より奥だね、うん、だけどさっき言ったようにさ、いろんなルートがあるって言ったじゃん。今坂ルート登ってきたんですね、うん、でこれ上走ってたのはゴンドラルートがあって、もう一個ね、巨人への道っていうね、階段で行くルートもあるんですよ、うん、でちょっと我々運動、京王よみうりランドからね。そう、京王よみうりランドからちょうどここまで、うん、この場所までね、うん、そこも行こう。帰りその道行くとかじゃなくて、うん、待って、ここに歩いていくの。だから階段で降りて京王よみうりランドに戻って、うん、で、このゴンドラでまた上がってこよう。なんで、わけがわかんないよやっぱり今日いっぱい歩きたいからさ行こう
どういこう中もいっぱい歩きそうだけど。あ、大丈夫、まあまあまあ、え、大丈夫、もう閉園時間なんだい。全然大丈夫。大丈夫、結構そうしてたらつらい、いつもギリギリになったりさ、あーってなるけど。全然大丈夫、歩こう。よかった、カロリー消費するよ。はい、いいよ。消しといた。上書きした、上書きした。ここさ、めっちゃ景色良くない？すごい。このね、階段からの景色、実はあのね、有名な映画で使われてる景色で、あの耳を澄ませばってあるじゃん、ジブリの、うんうん、あれって結構あの聖蹟桜ヶ丘が舞台っていうのは、うん、結構みんな知ってると思うんだけど、最後のあの告白するシーン、うん、あの山登ったとこから見る景色がこの景色らしいんだよね。なんかちょっと違う気がする、まあ、正確にはこの階段のもっと昔にスキーのジャンプ台がここにあって、うん、その上から見た景色らしいんだけど。なるほどね。今もそのスキージャンプ台がないから、まあ、一応ここからの景色がっていう風に言われてるらしいです。バイオリン、豆知識。バイオリン、こっちの方がさっきの坂よりも、うん、あの最短ルートで降りれるからすぐ降りれるよ。よし、じゃあ降りよう。はい、あ、下から登ってきたら283段で上がってこれんだね。頭風がすごいの。下ったらあっという間だった。そうでしょ。いや、せっかくだからさ、もしかしたらさ、毛利さんちの動画を見てさ、よみうりランド行ってみようと思ってさ、うん、でも京王よみうりランドからの行き方ってどの行き方がいいんだろうと思う人がさ、この3方向からさ行く方向が分かったらさ、嬉しいじゃない、うん、そうだね。そうだよ。でもみんなはこんなに何回も行ったり来たりしなくていいしなくていいよ。我々だけね。多分ね、巨人が大好きな人の手形ロードを通って、うん、頑張って登って、あとの人はゴンドラに乗ったらいいと思う。そうだね。ゴンドラもね、片道300円往復500円らしいからね、結構安いよね、うん、ゴンドラいいよ。しかもゴンドラはね、あの、よみうりランドの上を通るから、うん、上からこう景色が見えるんだよね。なるほどね。だからイルミネーションを上からも見て、うん、降りて実際にこう中に入ってみるっていう2つの楽しみ方ができるから、ね、寒くないし。だから、まあ、この階段と坂道はね、使わなくていいです。じゃあ俺らは今何のために歩いてたんだ。ということで階段下り終わりましたので、うん、ゴンドラで上に戻りましょう。ゴンドラ、ゴンドラ、後ろがゴンドラ乗り場でございますので、はい、乗っていきましょう。はい、ありがとうございます。こちらでご案内します。ありがとうございます。ちょっと怖い、怖いですね。俺はね、そこそこ怖い。20とかじゃなくて、周りに高い建物がないからこそ余計高く感じる。確かに。すごい足踏ん張っちゃうんだけど。ここさっき歩いてきたところが。本当だ。まあすごいね、イルミネーション上から見ると。確かに、メインランドこれ上から見たら満足しちゃうね。うん。一番むしろいいかもしれない、ね。ちょっと怖かったね、ゴンドラ。怖かった。無事生きてたどり着いた。生きてたどり着きましたね。なんかさ、やっぱカメラだとさ、明るくなっちゃうからね。犬と共に映えて。OK です。後ろが今よみうりランドの入り口なんですけども、うん、今回は入りません。あの、今回はですね、このよみうりランドのイルミネーションじゃなくて、さっき向こうにあったあの花火通りっていうフラワーパークの方のイルミネーションに行きたいと思います、うん、もうみんなこっちがね、あのしか知らないと思うけど、そっちもすごいらしいので、うん、なんかおしゃれなスタバがあるので、うんうん、今日はそっちの方に今から行きたいと思います。着いた。入り口ここ、花火通り、こちらですね。で、行きましょう。遊園地から結構外れた場所にあるからね、うん、意外とまだ知られてない隠れたスポットがですよ、きっと。新しくできたの？割と最近みたいね。そうなんだ。いつできたかはちょっとわからんから、多分今下にテロップが出てると思うんで、
これです。いつ頃できたかこれです。ほんとすぐ隣が巨人の2軍の練習場なんだね。あ、ご招待してくれた。ここが花火織でございます。入ったらすぐ和の雰囲気漂ってる。無料シャトルバス意外と出てるよ。おう、皆さんこれに乗るとあの坂とか登らない。確かに第4のルートがありました。ここにスタバがある。あ、もうすぐのとこにあるのか、うん、先に回ってきて最後スタバ寄るか。12月になったらすごい人混みになりそうだね。そうだね。うわー、この先さらにすごいよ。うわー、なんか誕生日ケーキの中にいるみたい。どういうことだ。ろうそくの中にいるみたい。聞こえる？あ、水の音。あ、なんかすごいね、ここ。なんかホタルの一員になったみたいだね。紅葉が綺麗に見えそうだね。確かに。フォフォフォ。これはすごい。おお、ここはスターバックスですか。なんか温室みたいな雰囲気。確かに。すごい、なんか今までのスタバの中で行ったことない感じだね。おしゃれ、中に水槽もあるよ。行ってみましょう。こういう苔やりたいんだよね。めっちゃやりたい、このテラリウム。すっごいやりたい。ずっと前から言ってるよね、俺。そうだね。あれ？あれ？え、なにこれ、なにこれ。なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん。はい。ガチャガチャあるよ。え、本物なの？うん。え、しかもこれ、いっぱい種類あるよ。種から育てる。え？え、これは本物で作るとか。あ、ここに見本ある。あ、結構立派じゃない。あ、このお人形とかは自分で入れてるんだね。鉱石は入ってるけど、これにしようかな。バージョン3にしようかな。バージョン3。じゃあ行きます。はい、えいや、えいや。なんかすごい、どすこい。そう、ガラス入ってるのかな。ガラスっていうか器がね。うん。おお、苔入ってる。普通に重いんだけど。あ、そうなの。うん、なんかチーカーのガチャガチャでは感じない重量感がある。水戸石って思うのかな、これか。あ、一番左。 あ、これだね。写真のやつだ。あ、すごい。あ、へえ。ちゃんと、あ、ガラスだね。ガラスなの、すごいね。うん。あ、でこれ多分下に敷くのかな。あ、それが軽いし。うん。で、苔があって、うん、今言ったこの石が入ってる。なるほどね。いやー、すごい、俺の夢が急に叶った。よかったね、一人ワークショップしないと。うん。最近さ、ちいかわ系のさ、開封動画が多かったけどさ、こう二人で出かける系の動画結構久しぶりじゃない？なんなら二人で出かけるのも久しぶりだよね。そうだね。スーパーにお買い物とかよく。うん、確かにデートらしい。デートはかなり久々な気がする、うん、ね、スーパーデートはしてるけどね。響きいいな、スーパーデート。すごいデートみたいな。確かに。暗闇で見る花の美しさをぜひお楽しみください。白いの。
白い、うん、光の反射牛乳ついてるよ、カピカピになってるよ、しかも取れた？全然取れてない。どこ？台風で倒木しちゃったやつ。すごい座り心地はどうですか、うん、悪くない、うん、さっきのショー良かったね、すごい良かった、うん、結構迫力があったね、うん、これ今あのさっき最初に紹介したスタバ、うん、で今ちょっと休憩しております、うん、ヨミーランドの今回ジェルミネーションじゃなくて、うん、前にあるこのフラワーパークの花日和の、イルミネーションをちょっと見ていただきましたけど、ちょっと行ってみたくなりますね。ねえ、結構おすすめよ。もちろん平日のもあると思うけど、うん、やっぱあんまりまだ知られてないのか、そうだね、めっちゃ空いてる、うん、写真もいっぱい撮れた。やっぱり隣行っちゃうよね。うん、そうだね、イルミネーション行っちゃうよね、うん、この花火折とよみうりランドのセットの入場券もあるから、うんうんうん、ちょっと安くなる、ね、そう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 、うん、そしたら両方も行けるし、うんうん、丸一日結構楽しめると思うから、ぜひですね、よかったら行ってみてください。はいはい、ということで今日はですね、ゴーリさんちの久々にお出かけの Vlog の様子を見ていただきました。楽しかった、楽しかった、うん、この動画良かったと思ったらグッドボタンをよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録してない方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。年内1000人まであとちょっと、うん、頑張ろう、うん、ではモーリさんちでした。またね、バイバイ。フラワー、あ、キラリフラワー、フラワー、キラリン、フラワー、フラワー、キラリン。